おお、エース隊長。よせ、今さら隊長なんて。そういうのは人を敬える奴が使う言葉だ。馬鹿にしてやがる。ほう、あなたがかの秘剣のエース。ああそうだ、よろしくな。お前ももう立派に船長やってんだろ。黒ひげ海賊団マーシャル D ティーチ船長。ぜはははは、なんだよエース、久しぶりだな。どうしたんだ、なぜここがわかった。ティーチ、無駄なもんどはやめようぜ。人の倍の人生を歩んでるお前がこの状況を理解できんわけがねえ。そうだよな。ああ、わかった。じゃあ一つだけ話をさせてくれ。なあ、エース。お前、俺の仲間にならねえか。まず手始めにこの先のウォーターセブンにいる麦わらのルフィをぶち殺して政府への手土産にする。ルフィ、なんだと。あ、知ってるのか。つくづく野放しにできねえな。そいつは俺の弟だ。え、そして当然俺もおめえの仲間にはならねえ。行儀の悪い野郎がいるな。宴会火柱。本官バジェス、勝手に手出すんじゃねえよ。おめえらじゃまだあの男にはかなわれ。引っ込んでよ。すまん。